アップデート情報。はい、このコーナーでは先ほどもご紹介にあったオーブボスレベル4などのアップデート情報をお届けできればと思います。では柿沼さん、はい、オーブボスレベル4の情報をお願いいたします。はい、では改めてスライドで姿を見ながら、はい、姿を見ながら、はい、うん、はい、オーブボスレベル4追加というところでね、そう、もうお二人のような名前、はい、やっぱまずはこの二人を、はい、同じ方向を向いてるからね、うん、全員同じ方向見てるよこのお父ちゃんを生きたって私たちは同じ前向いてる、いいらしこれはですね、明日の、はい、6月28日の11時より、はい、記憶の庭にオーボスレベル4、はい、2体追加されますと、うん、ところで、続きまして前回のスライドでおさらいです。これまではですね、バトルに参加したメンバーに熟練度が入る仕組みでしたが、はい、レベル4では代わりに新アイテムクオリアが獲得できるようになります。クオリア、クオリアは、スタイルのアクセサリー装備画面から熟練度アップできるアイテムで、バトルに参加していないメンバーの熟練度も上げることができます。これですね、最後実機プレイの時でも実際あの画面遷移少しお見せできればと思うので、はいはい、そこでもご説明します。では次のスライドお願いします。はい、新アイテムクオリアはですね、オーブボスレベル4を倒すことで獲得できます。それぞれ対応するオーブの、スキル熟練度 1% 得られる素材となっています。うん、はい、そんな新アイテムが獲得できるオーブボスレベル4なのですが、ということですね、大きい、うん、そうですね、ですね、この初回は20、そう、20もらえるってことは 20%、はい、そうですね、まずマックス使っちゃえば、単純な計算で、うん、こう何パーセント得られるっていうのはありがたいです。細かくなってくると結局いくつなんだろうみたいな掛け算とかになっちゃう。1で1だから確かに、そうですね、その、分かりやすいですね、そのままです。はい、そして2回目以降は毎回あの12ですね、はい、もらえますので、ぜひ、はい、試してみていただければ。はい、では次のスライドに行きましょう。はい、レベル4は高難易度コンテンツということで、弱点や耐性に次ぐ新たな要素として吸収が追加されます。うんうんうん、吸収では特定の属性ダメージが回復に変換されます。うん、今回追加される2体はこちらの属性を吸収するようになっておりますということで、エグゾボッチャ R ですね、は、火と光、そして Y は雷と氷を吸収します。吸収きましたね。うん、で一応ですね、ちょっと米印で補足してますけど、まあ、DP が残っている状態の時は DP が回復しますし、うん、もうブレイクしてしまった時は、HP のみですね、回復します。うん、なるほどなるほど。うん、じゃ吸収して DP が回復、割れたものが復活することはない、うん、そうですね、そこまではない。はい、わかりました。はい、はい、ということで、はい、百聞は一見にしかずというところでやってみましょう。いい、お願いします。見られちゃうんですか。カキピーのミリ残し期待って書いてありますよ。はい、いや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 、コッパみじん、コッパみじん綺麗にちょっと、いやもう、ね、草生やされちゃってますけどやっちゃってください。見せつけてやってください、そんな人には、ね、はい、そんなわけないって言って、はい、少々お待ちください。木沼さんのね、見せるプレイが火を吹くぜということで、はい、ドキ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 いるよ。どんな、ね、感じなのか、うん、は見てみないとってところですからね。うん、そうですね、まあ、実際ですね、結構プレイはしやすくなるといいなと思っているのが、うん、やっぱり上げたいキャラごとに編成変えてっていうのが、うんうん、やっぱ思いのほか億劫というか、うん、あ、それは、ですね、はい、すみません、失礼しました。はい、ミリ残しの前にですね、ミリ更新し忘れがございます。あ、なるほど、なるほど、申し訳ございません。はい、ちょっとね、よかった、気づいて、はい、危ない危ない、映す前でよかった、ね、生放送ならではですからね、はい、ちょっと裏側がちょっとね、うん、ミリを残してしまったと、でそのレベル4なんですけど、先ほどの続きなんですけど、うんうん、そう、やっぱりですね、上げたいキャラクターごとね、でただそのキャラクターとかスタイルが育成しきってるかというとそうでもなかったりという時に、今回であればもうある意味その属性の自分のベストメンバーというか、うんうん、でもどんどん倒していただいて、割り振りだけは好きなスタイルにしていくっていうのをやっていただけると、うん、であとはですね、意外に使っていただくと、まあ、ドライブゲインとかポイントケアとかなんですけれども、うん、結構ですね、使ってみると便利ですし、本当にポイントケアとかでもそれだけで今まで
よりも一旦早く倒せたりとかできたりするので、まあこれがですね、その熟練度の上げやすさと、まあ使いやすさというか使っていただくきっかけになるといいなというところで、いやあるとないとではだいぶね大きいというか、そのスキルがそこをこうね体感しやすくなるというところもありますよね。はい、で今回はですね、あのエグゾウォッチャー R は、R じゃない、Y か、あの雷を吸収、はいはい、雷の攻撃を吸収して回復してしまうと。カリマさん、はい、ファンミーティングはどうでしたか？ところでね、お時間がねもうちょっとかかりそうなので、ファンミーティングの感想を聞いていきましょうか。ミーティング、あの広島の時が、はい、雨がすごくて、あれ土曜日って東京は どうだった？でもめっちゃ雨すごい日ありましたよ。何曜日だったっけ、覚えてない。なんか日中がものすごい雨で、土曜日じゃなかったかも。もういつ雨降りましたっけ東京なんか梅雨入ったって言ってるのに、全然雨降らないから、でも広島の方は雨、そこは土砂降りだったんですね。その数時間土砂降りで、あのすいません準備できたみたいなんですけど、ちょっとせっかくない、ちょっとね、はい、聞きましょう、はい、あの全然大丈夫です、ごめんなさい、入れていただいてありがとうございます。すごい雨で、でもね来ていただくのは申し訳ないくらいに雨で、でも本当に誰もいらっしゃらなかったら僕と下田はちょっと何のためにっていうか、あのその後に福岡のあのゼップがあったんで、もうただ趣味でライブを聴くためだけに旅行行ったんじゃないかみたいな旅行でしちゃったら、ちょっとなんかあれだなと思ったらですね、本当皆さんありがたいことにちゃんといらっしゃって、皆さん、はい、お話できてとても良かったです。お足元の悪い中です、なんか本当にあのいろんな方にお話を聞いて、はい、中のあの延べ人数でいうと1000人超えますよね、ファンミーティングで。そうかそうなんですよ、問題ですもんね、もう何回もやってますもんね、嬉しい。まあいろんな方からまあ直接ご意見いただいたりとか、その直接ご意見いただいた時の顔を見たりとか、あ、こういう顔でこのご意見いただいてるんだなとか、自分が何かご返答させていただいた時に皆さんのこうあのうなずきのうなずき度合いとか、はい、あの見たりとかしながら肌で感じますもんね、はい、なんかそういうのもすごくあの運営の参考に、はい、なっているところだったりしまして、やっぱ直接っていうのがよりこう伝わりやすいというか、何に対しても文字の情報だけではわからない情報がそこにありますよね、はい、なのでまあこういうあのオンラインの形でもそうですし、あのこういうふうにコミュニケーションさせていただいたりとか、こうファンミーティングみたいな形であの顔が見える形でコミュニケーションさせていただいているとか、まあそういったことをもう繰り返しながら本当に皆さんと一緒にこうヘブバー歩んでいきたいなと思っていますので、引き続きよろしくお願いしますというところで準備ができた、はいはい、ありがとうございます、はい、ではでは皆様お待たせいたしました。柿沼、さんよろしくお願いします。はい、では、画面お願いします。こちらがレベル4エグゾウォッチャー Y です。さあ、吸収が、はい、出ますね、はい、出ますね、で今日あ一応ですねインフォメーション出させていただいております。はい、でライフ使いまして、こちらのパーティーでいきます。あれ、はい、なんか気に、あれ一人だけ、基本的にはですね、あの非属性で、はいはい、基本あれ弱点を言うんですけれども、まあ吸収をですね、はい、どんなものかというところですね、はい、あの試してみたいですけど、確かに見てもらった方が早いですもんね。はい、かやもりさんにいらっしゃってます。はい、やっぱかやもりさんに頑張ってもらいましょう。はい、そうですね、もしかして主人公補正があるかもしれない、まだそこの道信じたいんですまだ見てないからルコを主人公補正できちゃうかもしれないどうなるかね、はい、見ないと信じない、見ないとね、はい、見ないと信じない、吸収なんて、はい、ではそうです、早速いきましょう、今回特徴としてはですね、はい、行動パターンが今までとあのキャンサー少し変わります、はい、あとですね、あの敵の攻撃も強い、あの、はい、結構エグゾボッチャーダメージ強いので、あのブレスを、まあ、装着をお勧めしてますけれども、今回ですね多少ですけれどもブレスの差が分かるように、はい、かやもりと、桜葉はブレスをしていません、で残りの4スタイルキャラクターはブレスをしているというところで、はい、まあ、ちょっとダメージがどんなものかというのを見てみていただければと思います。はい、では最初これでですね、桜葉があのブレスをしていないんですけれども、はい、ダメージを引き受けてみます。うわ、変えられるもの、セーラさんに集中だ、はい、そうだよ、うわ、なんとかギリギリで切り替え、はい、あ本当に切り替えだ、はい、あ
ではこれで、はい、一旦ですね、全員を、はい、入れ替えていきます。あ、これはブレスつけてる3人ですね。そうですね、そうですね、はい、で、ポイントケアで、葵の SP を上げていきます。先ほどの、まあ、オブスキルですね。で、第7系これはですね、桜場に、かけていきますので、ここもちょっとですね、少しタマちゃんだけダメージを受けた時は大きめに受けたりします。なるほどなるほど。まあでも実際だったら、うん、ブレイクされそうなところを耐えれたら、耐える切り残し。ああ、でも、はい、はい、ちょっとすみません、少しですね、でも差が少し分かりづらかったかもです。でもかなりやっぱこのレベル4の攻撃って通常のタメ攻撃じゃなくてもあそこまで来ちゃうんだ、うん、結構削られちゃうね。でそれを多分ブレスがあるから耐えてるところもあるんですか。そういうシーンはまさにあります。そうですよね、はい、まあ、ちょっと、ね、セイラさんはあれですか、うん、でエンジェルズウィングでダメージ、これが強いんですよ。でいきます、うん、葵助けてくれ、ありがとう葵。でここいつもはですね、敵は溜めてくるんですけど、なんと先に攻撃をしてきます。やる気がすごい、やる気がすごいよ。なるほど、やる気が溜めで一旦2回行動だよ、レベル4は、はい、そうですね。なので溜めだけだと思うと痛い目を見てしまうかも。何もしないターンなんてないんだ。じゃないです、はい、なるほどなるほど。でこちらで四つ葉の夢見る幻想覚醒で光栄の、はい、バフをかけていきます。でやって葵は攻撃でユンシアがですね第7系をここもう一度桜場にかけていきますね。レベル4の強さね。これためですからね、しかも。よし、行くぜ。はい、葵が。葵、ありがとう。そんなブロックなかったらね、いよいよ膝をついていたよ。本当だよ。で、これで、はい、使っていきましょう。はい。で、桜庭のですね、専用スキルは、敵に体力依存の貴族性攻撃で自身の DP 割合が低いほど威力上昇というので、まあ、ちょうど今低いですね。で、まあ、自身の DP 特大回復しつつですね、でさらに挑発注目状態の時は半 SP が半減ってあるんですけど、ちょうどですね、このエンジェルズウィングで注目状態にあるので、SP が半分になっているというところで、これでちょっと割っていきたいと思います。はい、もうすごい当たりましたね。ミリ残しでもこれは倒すつもりじゃなかったんですよね、うん、すごい危なかったですね、ちょっと逆に倒してしまったセイラさんがちょっと、はい、力強かった、うん、でこれですね、このまま通常攻撃をしてオーバードライブにこのまま入っていきます。一気にいきましょう、オーバードライブ。じゃあ私このままフィニッシュしますね。お、はい、あの火山森で倒しちゃいます。あ、来た来た来た、はい、何も知らないかけまさかの、はい、あれに記憶を失ったの、はい、あれ、はい、HP プラス 50% 多分知らないと思う、はい、知らないのかな、うん、あのこれですね、でもせっかくならあの国見のオープンザロード、あらあら、あの2位のあらもったいないキャラクターにバフかけられるんで、これもう火山森にいっちゃいます。はい、かけまさん、はい、急に記憶を失っちゃった、まあ、慎重なので、はい、別の人になっちゃったかも、慎重なんだよとか言ってる。これで、はい、じゃあちょっと最後いってみます。あれあれる？あ、でもまあまあまあルカだし、まあまあルカ信じる、ね、ルカの強さを信じる。じゃあちょっと倍速も切ってあのフィニッシュ、はい、あ、でも私このスキル好きです。かかる見たかったちょうど。おお。あー、シャトー増えましたね。あー、やってしまった。言う、あー。あー。柿沼さん、何やられてるんですか、うん、やっちゃいましたね、柿沼さん。しかもために入った。もう元気いっぱいですよ、もうこっち回復してますから。ルカのね、雷攻撃がもうすっくいまくりです。元気いっぱい。これはですね、どうしようかな。おちょこちょいなんだから。ちょっとじゃあ一旦葵に守ってもらいましょうか。なかったことにしましょう、全部。はい、ちょっとじゃあやり直しだな、これ。まだ勝ってないコメントの速さ、うん。じゃあ第7系でちょっと桜場を一回強化して、うん、ちょっと安定を図りましょう、まあ、さっきのね、セイラさん見たら、うん、頼もしすぎる、うん、とセイラさんならあれもチャラにしてくれるはずだよ、うん、みんなのこのバフバフで、これで葵が
はい、あー、おい、さすがだ。キャスターとしてはきっとさ、出番長くなって嬉しいよね。さらに、いつもさ、夢見る幻想を覚醒、これもう一回光栄を強化していきます。あ、いいですね。はい、行きましょう。よかったね、ちゃんとね。あ、もう元気いっぱいです。はい、2回、じゃあもう1回次攻めます。はい、ちょっとですね、せっかくなら火曜森もう1回攻撃しましょう。え、もしかして一番、はい、今度ですね、っていうのはね、足りないので、はい、あ、ノーブルウェッジでね、はい、はい、こっちでね、行きましょう。高いですね、上げてもらいましょう。まして、うんうん、でこれまたですね、あの注目状態ですね、はい、SP 半分で出ますから、うん、いいですね。じゃあこれで今度こそ行きます。よっこらしょっと。ダメージ当たった。あ、よかった、吸収されなかった。うん、神々の永遠の愛を天の鳥花の祝福はキラキラ。やった、通った。浄化されました。はい、はい、ということで実機プレイでございました。いや、でもこのワンプレイでいろんなところが ね、うん、そうですね、いろんな要素が見れましたから、はい、すごい勉強になりました、うん、吸収されちゃうんだぞって、はい、気をつけないと ね。あ、すごい優しい目をされている下田さん。よくやったみたいな。はい、ね、最後まで諦めずに戦う、ね、そうですね、うっかりしちゃっても、はい、うん、大丈夫。じゃあせっかくですから、はい、あの神山さん、クオリアどんな風に使うのかっていう、そう、ということで、うん、私は無事にクオリア手に入れましたから、ね、あ、そうか、クオリア、うん、手に入れたんだ、はい、では見ていきましょう。はい、これですね、あの編成画面の、かやもりのアクセサリー装備画面です、うん、でアクセサリー装備っていただいて、このですね、先ほどの対象のところに、これですね、この一番右のプラスマークです、うんうんうん、これ別にあの自分が装備してなくても、あの、はい、あのスタイルキャラクターが装備しててもですけれども、押せばですね、このような形でプラスボタンですね、出てきます。はい、はい、でこれを1使うと 1% なので、こうすごい気持ちいいぐらい、はい、ね、こうするとですね、で使ってみます。すごいというところで、はい、上がります。0から10ってでかいよ、かなり嬉しいよ。はい、うん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 、ぜひこのような形で皆さんですね、はい、レベル4倒していただいて、2位の、はい、うん、スタイルを強化していただければと思います。はい、ありがとうございます。実機プレイだととてもね、より分かりやすかったですね、うんうん、ということでありがとうございました、柿沼さん、はい、そしてですね、下田さん、はい、本日はさらに情報があると伺っております。そうですね、あの、はい、少し先の情報です。あの、うん、7月20日に控えております 2.5 周年フェスの前後でアップデートされるものについてですね、大きく2つほどあの先にお伝えしておきたいなという情報がありまして、お時間少しだけいただいております、うん、はい、まず、1つ目ですがこちらになります。はい、スライドにあります通りですね、過去にリリースされたスタイルの情報修正、こちらのタイミングで予定しております。はい、いいですね、こちらですね、あの所持している方は多いんだけれども、あの環境の変化によって相対的に弱くなってしまったみたいなスタイルを中心にですね、復帰する方も多くなるこのアニバーサリーのタイミングで、情報修正をというところで、はい、検討していけたらと思っております。ただですね、一応このスタイルの調整、多様な検証が必要になるということもあります。ですので今回初の試みということで、5スタイルほどを選定させていただきまして、あの調整とさせていただきたいなと思っております。はい、またですね、あのこういった環境変化がですね、ものすごくこう頻繁に起きていくっていうのも、あのあまり良いことではないかなと思っているので、あのこう頻度高く、また今月もっていう形ではなくてですね、今後もし、実施していくとしてもですね、こういったアニバーサリーのタイミングに限っての調整と、はい、させていただく方針と、はいはい、させていただきたいなと思っておりますと、はい、というところです。はい、でこちらと合わせてなんですけれども、一つあのものすごく申し訳ないところで、あのお詫びをさせていただきたいことがあります。先日リリースさせていただきました、月下のハイド&シークアイリーンレドメインにつきまして、はい、こちらですね、性能にあの一部考慮不足の点がございましたというところで、こちら大変申し訳ありません。こちらのスタイルに関しましても、合わせてですね、先ほどの5スタイルと合わせて同じタイミングでの調整をさせていただこうと思っておりますというところでございます。はい、はい、そして、
もう一つ、こちらのスライドご覧ください。はい、2.5 周年フェスの前後でですね、ライフ周りの改善予定しております。まずは大ボスについて、はい、こちらをご覧ください。はい、大ボスにおいて挑戦する際の必要ライフ数の調整を予定しています。こちらですね、挑戦する際の必要なライフ、こちらを2から1、左から右ですね、2から1に変更し、合わせてですね、各大ボス討伐時の獲得経験値を変更前の2分の1に調整させていただきます。はい、でこちら合わせてですね、熟練度上昇量に関しましても下げる形での調整をさせていただきます。で、皆さんお気づきかと思いますが、こちらの調整によりまして大ボス、マックスのライフ5つを使って5回分の挑戦が、はい、できるようになるという形になります。嬉しいです。嬉しい。はい、で熟練度についてはこちらをご覧ください。こちらですね、スライドにあります通り、大ボスの熟練度上昇量調整予定というところでですね、ここに書かれている上昇量、左側右側ですね、変更前は、それぞれバトル1回に挑戦した際の数値が書かれています。なのでですね、左から右へ消費ライフは2から1へ減っているんですけれども、今回ですね、2分の1にするというところじゃなくて2分の1よりも少し全体的に上げる形で調整をさせていただいております。はい、大丈夫かな、伝わっていますかね。はい、で先ほどお伝えさせていただきました大ボスレベル4のクオリアにつきましては、この 2.5 周年フェス前後のアップデートで、消費ライフが1になり、獲得量も2分の1になるという、はい、形になっております。はいはいはい、また下に、注意書きありますが、各コンテンツでの大ボスチケットの入手量を2倍にするというのと合わせてですね、アップデートまでに各コンテンツで報酬を獲得していて消費できなかったお客様にはですね、こちらバージョン 4.8.0 のアップデート時に、大ボスチケット所持しているもの1枚につき1枚を補填という形で対応させていただければと思っております。はい、はい、そして、大ボスというところで、もう一つですね、ライフ2個使っていたコンテンツというところで、こちらです、ダンジョンですね。はい、はい、ダンジョンにつきまして、挑戦時の消費アイテムがですね、ライフ1個もしくはダンジョンチケット1枚という形に変わります。はい、で、こちらによってですね、ダンジョンも、ライフ5つを使って5回分の挑戦ができるようになるという形になっております。で、大ボスのに関してはですね、それぞれ下げてっていう形にしたんですけれども、ダンジョンにつきましては、挑戦時のライフのみの変更となっておりまして、獲得できる報酬や経験値に変更はありません。ですのでこちらですね、純粋にライフあたりの獲得量が2倍にアップという形の情報修正という形になっております。なるほど、はい、ライフの上限が5で消費が2だと、2回しか挑戦できなかったところ、ライフも全部使えるようになるし、獲得量も半分になるとかじゃなくて、逆に、上がるということで嬉しい。確かに嬉しい、修正ですね。ありがとうございます。はい、というところでこちらライフ周りの調整だったんですけれども、ライフ周りについてですね、また 2.5 周年フェス前後でもう一つ機能を実装予定になっておりまして、こちらをご覧ください。 2.5 周年フェス前後でですね、新機能として予備ライフというのを実装予定で、はい、です。こちらライフが5個の上限に達しているときに、通常の回復速度よりも遅くはなるんですけれども、予備のライフが蓄積されていくという形になっています。予備ライフはですね、ライフ回復画面から使うみたいな形になってまして、ライフストーンみたいな感じですね。はい、1個使うことで1回復することができます。で、通常のライフはですね、4時間に1ですね、はい、なんですけれども、予備ライフは12時間に1ということで所持上限200という形になっております。いやー、これ久しぶりにね、ヘブパンプレイするっていう方にもすごく嬉しいな。はい、あとは、ちょっと5まで回復したけどちょっとだけ、ログインするのが遅れちゃったとか、使うのが遅れちゃったっていった時もこうちょっと溜まっていくとか、あるいはこの注意書き一番下にありますが、予備ライフの回復が中断されちゃって再度回復が始まる場合には中断時からの再開になるというところで、なるほど、無駄にならないように。いいですね。単純計算で1日2個、予備ライフが回復して、約3ヶ月ちょいぐらいで上限、200もらえるというか、たまる可能性もあるということで。嬉しい。そうですね、本当にこれまで以上に多様なプレイスタイルの方に楽しんでいただけるようにというところで、調整をさせていただきましたという、感じだったりします。はい、ありがとうございます。はい、
改めましてね、あのこちら、スタイルの情報修正に関してましま、あの関しましても、ライフ周りの調整に関しましても、それぞれ、2.5 周年フェス前後でのアップデートとなりますので、楽しみにお待ちいただければと思っております。はい、ありがとうございます。本日下田さんのご出演はここまでとなりますけれども、あれなんですよ、あの久しぶりにログインした人がびっくりやつってあったりするんですけども、やっぱりそのこう2周年 2.5 周年ここから先もアニバーサリーたくさんありますが、やっぱりアニバーサリーの時に盛り上がっているっていうところで、あのこうもう一度ヘブ1をやってみようって帰ってきてくださる方確かに結構いらっしゃるんですよね。帰ってきやすい時期ですよね、はい、でそういった方々がこう久しぶりにプレーをした時に、あのこうずっとプレーをしていた人、もちろんねずっとプレーをしていた人が一番こう成長しているんですけども、そこと の差がすごく開きすぎてしまうという状態で、でももう最新の例えば最新のストーリーまでやりたいとか、あのこうもっといろんなコンテンツをやりたいってなった時に、まあ最大でこう200溜まっているっていうものがあったりすることで、またそのこうプレイしていただける方が増えるんじゃないかとか、あの皆さんの仲間が増えるんじゃないかとか、はい、なんかそういったことを考えながら、実装させていただいた機能という感じに、はい、なっています。はい、ありがとうございます。ちょっと改めてにはなるんですけど、はい、まあ、ここまでロードマップの振り返りとアップデート情報ということで、まあ、久々にご出演いただいて、ちょっと皆様に最後メッセージいただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。そうですね、出演はここまでになるんですけれども、あの、はい、本日ですね、まあ、いろいろ先行でお伝えさせていただくためにというところでお邪魔させていただきました。今後もですね、あの皆さんが楽しめるヘブ1を作るためにですね、あの邁進していきたいと思いますので、本日のコメントもめちゃくちゃ嬉しかったですし、はい、あの今後もですねご意見をお寄せいただけると嬉しいですというところでですね、あのこれはもう何度も言いますが、はい、2.5 周年フェスは7月20日に開催ではあるんですけれども、はい、我々開発運営チームとしましては、もうスケジュールを聞くときにですね、2.5 周年はまさに明日から始まるんだっていう、あの運営スケジュールを組んでいます。はい、なのでここからもう本当に怒涛ですので、怒涛の 2.5 周年その始まりとなる、あの、まあ、明日のアップデートからですね、ぜひぜひあのご注目いただきたいと思っておりますので、この後の新スタイルの発表情報ぜひ見逃しなくよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では本当にここまで下田さんありがとうございました。以上アップデート情報コーナーでした。